こんにち聞くを楽に変える慶長教育の岩松雅文です今回のテーマは「コールセンター窓口業務が大変か?」ということでですね慶長にまつわるコールセンターとか窓口業務の働いてる方に関してですねちょっと最近気になることがあるものですからこの動画を撮ってみようと思いました、はい、このようにねこのチャンネルでは傾聴について傾聴関連のいろんな深い話をしますのでよろしかったらチャンネル登録をしてください で、はい、ではですね、えー、とまずまあ時,間時代の流れみたいなところからなんですけど私も経営をお伝えし始めて今年の5月で18年目に入っているところなんですがここ45年っていうのはものすごい経営を取り巻く環境って変わってるんですよね、はい、ものすごく増えたものが3つありますまず1つ目ビジネスマンの受講者がものすごく増えました以前からいらっしゃったことはいらっしゃったんですただ会社から送り込まれてくるというよりは 自分の自己啓発のために休日を使ってくるような自己投資としてね来るような方が多かったんですけども最近会社から行っっててててくくるるようにに言われて研修に来る方がすすごく増えてますでなのでうちのまあ教会の講座の場合は大体何て言うんですかね自己啓発とか話を聞くボランティアしてるとか活動してるとかあるいは それを使ってちょっと独立企業につなげたいっていう方なんかもいらっしゃりいらっしゃったりするのでどちらかというと女性の方がすごく多いんですよねだいたい8対2とか7対3ぐらいで女性が多かったものが今はですね人数だけで見るとあの男性と女性半々とかまあ6対4ぐらいでまた若干女性が多いかもしれないけどでも半々ぐらいかなっていうぐらい男性も増えてきてます。それはなぜかというと仕事の中で この経調を学んで来いっていう風に会社から言われてくる方が増えてるのでそれは男性も女性も関係なくね増えててもちろんもしかしたら男性の方が多い部署がそういうことをやってらっしゃるのかもしれないのでねあのビジネスマンがすごく増えてますねで、もう一つ増えてるのはビジネスマン自体も増えてるんですけどもあともう一つ以前なかったこの上場企業の従業員さんっていうのがものすごく受講者さんが増えてます 以前は何て言うんですかねまあ本当にその大きな会社さんってあんまり経聴っていうのを取り組んでなかったので、まあ、コーチングとかに行かれてたと思うんですけども経、うん、聴を全社的にっていうところはあんまなかったと思うんですけど最近はですね話を聞くという部署を立ち上げたりあるいはね2018年ぐらいからワンオンワンミーティングっていうのを導入してる企業もうすごく多いですね。あの <laughs> ビジネスマンの方になったらとりあえずワンオンワンって言葉を知らない人はいないぐらいにこの4年間ぐらいで。 広まってきてきるので、まあ管理職の方だったりチームリーダーの方だったりしてですね会社の中で聞かなきゃいけないっていう、まあ、その一つのパッケージとして導入している上場企業さんだいぶ増えてますのでねそういう意味も込めて場上場企業さんの方がいっぱい来ますしあと何て言うんですかね集合研修やろうと思うとたくさん人集まんなきゃいけないんですけど今まだコロナがあるのでなかなかそういう集合研修できないですよね。 だからそれよりはまめにうちなんかは傾聴1日講座月に10回ぐらいやってたりするので、まあ、そこにね分散してあの日程があるとこに行ってこいみたいな形で、えー、とおごり出しやすいのかなと思いますけどもね非常に上場企業の方が増えております、はい、でさらに増えてるのはその中でもコーールセンター窓口業務の方がすすごく増えてますやっぱりね、えー、と皆さん集合研修できないからっていうことなのかもしれないです今までは 会社の中でされてたのかもしれないんですけれども、それがですね、外に研修に出てくると、でそれも担当者の方が個別に来るというよりは、やっぱりまず最初に上司の方っていうか責任者の方が来て、中身確認していただいてこれだったらということで、そこの部下の皆さんを送り込んでくるっていうようなケースがですね、すごく増えてますね。はい、なので、えっ、ー、とこの4、5年の間にビジネスマンがすごく増えてきてるなと。だから昔はよくね、経営長というと 母ふふ聞いてて、傾聴長なんかしてたって売り上げ上がんないじゃないかとか、仕事に使えないじゃないかってよく言われたんですけども、ようやく皆さんがそうじゃないよってことをね、分かり始めてるっていうのは、すごく嬉しい感じがしますね。でですね、この今日は特にこのコールセンターまでく時業務の方が増えてるって話なんですけども、じゃあ一体何が変わったんだろうって、あの、まあ、 ただ,コロ,ナだからコロナだから中で研修できないから外に出てきてるのかなぐらいに私ちょっと思ってたんですけどもどうもいろいろ担当する講師の方々にですねあのご参加いただいた方の様子をちょっとヒアリングしてもらうとどうもですねコロナだけじゃないといやコロナも関係あるんだけどコロナに関係してあることが起きてるとそれがですね連絡例えばコールセンターだったら電話なんですけど電話してくるお客さんの質が どうもコロナになってから変わってるっていう話をちらほらほと耳にしますもしねこの動画見てる皆さんどうですかねこの電話を受けるような業務されてる方コールセンターじゃなくてもねなんとなく最初の事務の受付の最初の、ね、電話を受けるような仕事されてる方いると思うんですけどもお客さんのその電話をかけてくる方の質って変わってますかねどうもですねなんかこうまあ実際のところはわからないですけど ストレス発散目的と言いますかあるいは普通に目的があったとしても感情の高ぶるのが早かったりとかですねこう電話をかけて何かを言いたいっていう方が増えている印象がとても強いですだから今コールセンターとか窓口あとお客様相談室みたいなことやってる方もともと大変な感情労働の職場だと思うんですけども なんか最近すごく大変だなって思ってる方多いんじゃないですかね。で、今たまたま私個人的にですね。コールセンターの方向けの業界紙に今あの連載をしてるので、まあ、そういう方々とも少し付き合いがあるんですけれども、まあ、元々コールセンターの方々って離職率は高いんですよね。やっぱりこう何て言うんですかね。感情をぶつけられやすいっていうのもあるのかなと思うんですけどもね。それがさらにこのコロナのせいなのかどうかわかりませんが、まあ、コロナのこの時期に合わせてお客さんの？ その難易度がすすごく上がっ,てるっているう話を結構聞きますなので、ね、私も先月この収録をする前の週ですけどもコールセンターの方向けの「経聴活用法」っていうオンラインの講座をちょっとやってみたんですけどもあの収録でね、えー、配信をしたのであの当日来た方と後で見ていただいた方っていうふうに分かれてるんですが非常に反響大きくてですねあのちょっとね 大変な中でもいろいろやらなきゃいけないなっていう、こういうふうにね、ご感想いただいて、利しております。で、じゃあ、何ができるのかなっていう対策ですけども、あのお客さんの質が仮にですね、本当にちょっと困難になってきてるからといって、だからといって特別に何かができることってあんまりないと思うんですが、基本的にやらなきゃいけないことっていうのは、ある程度ね、えー、とその質ですね、あのベースの部分を上げていくってことはしなきゃいけないかなというふうに思うんですね。ちょっと3つの 役割に分けて考えてみるのがいいかなと思うんですけども、まず担当者レベルですね、えー、直接電話を受ける方、お客さんに接する方で、2つ目がリーダーですね、その管理する方ですね、それから組織全体っていうと、大体いいやらなきゃいけないことって決まってるというか、ここやっていくしかないっていうのがあるかなと思ってまして、まず担当者レベルで言いますと、これ接遇ですね、接遇のスキルを上げていくといわゆる継承力。 でこれ私もよく電話したりメールであのお客様の相談室にメール送ったりするんですけれども、どうもこの応答がですね、お客さんの気持ちを魚でしやすい音になっているのがまだまだすごく多いですね。だからこういうところやっぱり直していかないと、いらないクレームを増やしちゃうっていう。あそもそもちょっとこう。 難易度が高いお客さんのことばっかり皆さん気にするんですけどそうじゃないお客さんの中からクレームを作り出してるっていう面が結構あると私は思うのでこの基本的な接合スキル対応力まあ主には気持ちをちゃんと受け取って気持ちに応えるような具体的な提案をするとかねこの辺はもう継長が一番得意とするところだと思うんですけどもここは担当者レベルでやっぱり教育は必要だろうなってこれ引き続きですけどもさらに強化していく必要があるだろうなと思います。 それで2番目リーダーリーダーの方に対するまあ問題というか不満というのもよく実は耳にしますあのお客さんとの接遇で、まあ、電話のやり取りでですね、まあ、うまくいかずにいろいろこう疲れるわけです担当者の方その電話を切った瞬間にですねリーダーが来てあの対応もっとこういうふうにした方がよかったらこうじゃないか,こう,ないかこうじゃないかっていきなりアドバイスとか指摘されるっていうのがあるそうですね それをされちゃうとですねもう感情が疲弊してるところにさらに追い打ちでぐさぐさ刺されちゃうみたいになっちゃってですねあのこれは言ってることは正しいかもしれないんだけどその時に伝えるのはちょっと酷だったりあるいは伝え方ですねファシリテーション力、うん、ファシリテーションですね相手を教育するための伝え方のやり取りっていうのがうまくできてないリーダーの方が結構いるような気がしますね、まあ、リーダーの方も板挟みでねいろいろ大変なのもわかるんですけども お客さんによってちょっと傷つきリーダーにまた傷つけられで人によってはお客さんよりもリーダーの方が厄介だっていう方も正直いっていらっ,しゃりいらっしゃったりしますよねだからその辺はですねリーダーの方がファシリテーションスキルという意味での傾聴力相手の心に沿って渡せるっていうねこれはちょっと担当者のレベル当然あの責任者リーダーですからもう一つ上のレベルが求められるんですけどもこういうファシリテーション力っていうのも 身につけけていいかななきゃいけないで、すすすよねここれも経が得意とするととるろかなと思います、うん、でそれから、うんえと、組織ですね。組織は、医師の支える、支えるの仕組みですね。支える仕組みが必要だということで、なんで担当者やリーダーが疲弊していくのかって言ったら、その例えばですね、えー、と本当にこう厄介なお客さんが来たときに、その方の話をどこまで聞けばいいのかっていう、社内ルールがないとか、とにかく最後まで聞かなきゃいけないとかね。 例えば商品のクレームを受けるのがそもそもの窓口の役割なのに全然違う個人的な、ね、その人格攻撃みたいな話も最後まで聞き切ってたらそれは体も心も持たなくなりますよね。その辺をじゃあどこまで聞いてどこまで聞かないのかっていう明確なルール作っておいてあげないと安心して働けないじゃないですか。ですよね。であとは、 それをやってもそのまずルールがないっていうのが問題なんですけどそれをやっても感情的に疲弊していくわけですからそれをサポートする仕組みがあるかっていうとまあ大体ないんですよねだからそのお客さんの質も問,問題なんですけどもその業としてやっていく中でサポートする仕組みがすごく曖昧っていうところがこれは企業の大小かかわらず結構多くてですねあのその辺でみんないって言っちゃってるところもありますよね。はい、なのでこれちょっとこ画面が ちょっとね、歪んでますけども、入らないかな、はい、だから支える仕組みって何が必要かって言ったらまずはそのどこまで聞いてどこから聞かなくていいかって何をするかだけじゃなくて何をしなくていいかっていう基準を作ってあげないと、あのー、動きにくいですよね、はい。だからそれがまず必要。であとはですね <laughs> 担当者の人はお客さんに傾聴をしたいわけじゃないですか。リーダーの人は担当者に傾聴しなきゃいけないですよ。 指摘して直させるだけじゃ受け取れないので相手が受け取れるようにちゃんと指導していく伝えていくっていうのは担担当当者者ががお客さんににすすするるここととももリーーダ同じですよね相手が受け取れるように気持ちがちゃんとね落ち着くようにやり取りするっていうスキルとしては全く同じですから担当者はお客さんに話を聞くリーダーは担当者のお話を聞くで、まあ、リーダーの,その上の上司の方がいたらリーダーのね若いリーダーのお話を聞く。 っていうふうに社内でですね傾聴ができていなければ当然お客さんにもできないと思いませんかっていうことなんですよね社内は全然傾聴しませんだけどお客さんによる傾聴はバッチリですって僕はちょっとできない気がするんですよねだって同じ人間ですからそのスキルを持ってれば、えー、リーダーが担当者にも傾聴できるはずですし、えー、上司の方がリーダーの方にも傾聴できるはずだと思うんですね つまりですね、全員が傾聴できなかったら、それは担当者の人のところに全部幸せゆっくり決まってるじゃないですかって話で、なのでお勧めしたいのがね、ちょっとこれ画面があれですけども、聞く文化を作りましょうって。会社の中で、業務報告とか、えーと、ケーススタディとかじゃなくてですね、相手の気持ちを受け止めて、相手が受け取れるように、ね、気持ちからずれないように渡していくっていうトレーニングしなかったら、うまくならないですよね。 外で研修行くだけじゃダメなんですよ。生きた現場が必要なんですね。生きた現場。外の研修来れば、うなずき合図はこうしますよとか、えー、繰り返しはこうしますよとか、それはあるんですけども、そうじゃなくて、生きた現場でそれを使っていかないと、能力として身につかないですよね。じゃあ、生きた現場ってどこなのって。会社の中がまさに継承できる場があるじゃないですか。ね、家に帰って家族に練習する必要ないですよね。 じゃあ皆さんどうでしょうかこれをご覧になっている皆さんね。会社の中で話をちゃんと聞き合うとか聞いてもらえるっていう文化ありますかそれがなかったらいくら研修やったってですよ。ね、お客さんにだけよくしたいんですって,ってそれ無理なんですよ。だってできない人が集まってるわけですからね。ですから是非、あの、継承が大事だってことを最近認識していただいてるようですのでお願いしたいのはですね会社の中ででみんなでね。 会議でもなくて何かを決めるんでもなくてコーチングするんでもなくて目標設定するのでもなくて改善をするのでもなくてケーススタディするのでもなくて会社の中で相手の気持ちをちゃんと受け取って何か伝える時も相手が受け取れるように伝えていくっていうトレーニングまさにこれが傾聴のトレーニングだと思うんですけどこれされてったらいいんじゃないですかねだから一通りその同じ共通言語を持たないと話が通じないので まあ外部だったら外部でうちのようなところにね、研修に一箇所に行かせたらいいと思います。あのいろんなところに行かせちゃうと、先生によってうちと別のところでお伝えしてること多分違うと思うのでね、同じ言語ができないわけです。だから言語が共通じゃないと会話にならないので、同じ動画の形状を学んで、それをベースにして、社内で聞き合うっていう場所を作るのを強くお勧めします。それやらないと、いくら外に研修出しててもですね、 多分能力ととして身にかかななないいんじゃないかなとあとはその会社の中で聞いいてもらえるるととう関係があると全員が全員にパーフェクトじゃなくても聞いてくれる人がもう数人でもいるって分かってると安心して働きやすいじゃないですかところが誰も聞いてくれない中で一人でね感情労働で疲れてるのを全部抱えて個人の責任でどうにかしなさいって言われたらそれはみんなやめてっちゃうんですよねだから 会社の中で傾聴をする文化を作るっていうのは対顧客ももちろんそうなんですけども会社の中で例えば離職率をね、えー、下げるのにも役立つんじゃないかなというふうに思うんですこれ僕数字取ったことがないんで正確に申し上げることできませんがだいたい、えー、仕事を辞める人の原因の7割は人間関係で辞めるわけですからこれはもう統計で出てますよね。 ととと。いいううことはですね、人間関係がうまくくってなくてなめるとお客さんも厳しいかもしれないけど会社の中の人間関係が嫌で辞めていくという人が7割いるわけですからそれを考えたら会社の中で聞き合うという文化を作るということは今からです、ね、労働力の労働人口が減って50年後には8,000万人100年後には日本の人口は4,000万人台になると江戸時代と同じになるというふうにこういうふうに言われてるわけでございますけども人,人数がどんどん減っていくわけですね。 減っていく中で、えー、ちゃんと末永く働いていただくためには社内の方でねお客さんにしてあげるのと同じように接する能力を持ってる人が増えていけば僕は持続可能になっていくんじゃないかなと思いますのでぜひですねあのコールセンターとか窓口とかお客さんに接するような話を聞くような業務に、えー、がある会社ない会社は逆に言うとないかもしれないんだけど特にコールセンターとかその相談窓口っていうのは顕著ですのでね えー、よかったらそういう業種からでも結構ですので会社の中で計上し合うと余分,な余分なアドバイスはしないでそれをちゃんと使い分けできるようにするためにもだだけのトレーニングやってみてみください今回のお話は参考になったでしょうかではまた次の収録でお耳にかかりましょう。